終了。次のプログラムまでちょっと休憩だね。チカちゃん、さっきのダンスすごかったよ。今日気合入ってるね。だって明日東京のライブイベントに出るんだよ。気合入れなきゃ。ふう、朝練終わりののっぽパンは最高すら。もう明日はライブだってのにまた食べて。あれ、ないないないですわ。お姉ちゃんどうしたの？どこを探してもないのです。ダイヤさん、ごめんなさい、パンは全部マルが食べちゃったずら。ペッペーですわ。トランクケースがないのです。 What？ そのトランクってまさか。そう、明日のライブに必要なものを入れておいたトランクがないのです。あの中に衣装も曲も何もかも入ってるじゃない。あれがないとライブができないわ。へえ。トランクなら前からずっと部室に置いてたはずだけど、昨日ここに置いてたのを見た人はいる？覚えてませんわね。そういえば今日部室に来た時鍵がかかってなかったわね。え、鍵が？あ、それはその、どうしたのチカ？昨日閉め忘れて出ちゃったみたいで。ごめんなさい。え、じゃあ誰でも入れたってこと？であれば盗まれた可能性が高いわね。でも昨日は閉校時間に帰ったし、今も朝早いから誰も入っていないはずだけど。ん？なんか手紙が落ちてるずら。ほんとだ、こんなの前はなかったよ。ふん、冥府の神からの予言書ね。見せてごらんなさい。な、何これ？どれどれ。トランクが欲しくばこの謎を解け。1、カゴ、マネ、ボン、足りないものは何って、謎？この謎を解けばトランクが見つかるってこと？トランクが欲しくばってはっきり書いてるし、そうじゃないかな。じゃあこの謎を解くしかないんだ。こんなことなら家から探偵服持ってくればよかったな。ようちゃん、探偵服も持ってるんだ。でも謎解きなんてできる気がしないよ。大丈夫ずら。3人よれば文殊の知恵、9人よれば文殊様3人分ずら。イエース。1、加賀、マネ、グン、足りないものは何だね。やってやろうじゃない。よし、ライブを成功させるために謎を解いてトランクを取り返そう。もう全然わかんないよ。1、加賀、マネ、グン、足りないものは何ってどういうこと？さっぱりだね。1、加賀、謎を解いてトランクを取り返さなきゃライブに出れないのに困ったね。それぞれで考えていても仕方ないですわ。思いついたことをどんどん話しましょう。ナイスアイディア。どれかが当たるかもしれないしね。1、加賀、マネ、グンに足りないもの、足りないもの。1に足りないもの、きっとこれは冥府の神からの試練。考えるのよ、ヨハネ。4つの言葉に共通する何かがあるのでしょうか。わかったズラ。本当に？ズラ丸、聞かせてみなさいよ。全部文字を足せば食べ物になるズラ。1はイチゴズラ。じゃあ次のカガは？化学調味料ずら。化学調味料？
食べ物ではありますが、どこかしっくりこないですね。ダメズラ、事件は迷宮入りズラ。花丸ちゃん、きっと惜しいところまで行ってたよ。確かに文字を足すと言葉になるってのはいい線いってる気がするんだけど、解くのに時間かかりそうだね。私みんなに食べ物買ってくるよ。あ、それなら大丈夫。こんなこともあろうかとみかんをたくさん持ってきたんだ。ほんとちかはみかんが好きだね。うん、沼津に生まれてよかったなって思うもん。沼津のみかんは日本一。確かに美味しいよね。みかんは和歌山ってイメージがあったけど、ここに住んでから沼津のイメージになったよ。静岡県は普通温州みかんって種類のみかんだと収穫量全都道府県ナンバーワンだしね。へえ、全都道府県でナンバーワンって。ああ、うん、リコちゃんどうしたの？わかったかも、謎の答えが。え、本当？リコちゃんすごい。ちょっと答えは言わないで。あと5分、いや10分だけ欲しいズラ。そうよ、ヨハネはとっくに答えに気づいているけど、他のリトルデーモンたちがかわいそうじゃない。イエス、今聞けば負けた感じがするわ。ぶってですわ。早くトランクを取り返さなきゃいけないのです。答えを聞きましょう。ニコちゃん、どうやって解いたの？1、加賀、マネ、軍、2、足りないものは何って問題だったけど、4つの言葉には共通する法則があったの。法則？あ、わかった。ヨウちゃんもわかったズラ。あ、そっか、ルビーもわかった。ルビーまで？1、加賀、マネ、軍、4つの言葉に共通する法則。それは全て1文字足せば都道府県の名前になるの。1は愛知、加賀は香川、マネは島根、軍は群馬になるんだね。なるほど、つまり足りなかったのは愛知、加賀は島根、群馬の4文字だから。答えは淡島よ。おー、すごいよリコちゃん。そう、それが答えよ。ん？さすが我がリトルデーモンのリリーね。答え分かってなかったでしょう、ヨシコちゃん。うるさいわね。それにヨハネ。乾杯ズラ。マルは名探偵にはなれないズラ。いやー、まさか都道府県だったなんてすっきりしたよ。そうだね、頭のつっかいが取れた感じ。これで気持ちよく昼から練習できるね。ちょっとみんな謎を解いて満足してるけど、トランクのこと忘れちゃダメだよ。ああ、そうでした。早くトランクを取り返さなきゃ。答えが淡島ってことは淡島にトランクがあるってことだね。よっさろー。じゃあみんなで淡島に行こう。淡島に到着。着いたはいいものの、島のどこにあるんだろう。あれ、そこの柵に何か貼ってある。どれどれ。これは犯人からの挑戦状、新しい謎です。どうやら次は淡島全体を使った謎解きみたい。そんな、ライブは明日なのに今日中にトランクを取り返さなきゃ。誰がこんなことをしたんだろう。間に合うかな。なんとかして謎を解くしかないよ。全然解けそうにないね。まずいズラ、マルが名探偵になれないばっかりに。私行ってくる。誰か助っ人になってくれる人を探しに。チカちゃん、誰か
の人ビビッと来た。すいません、謎を解かないとライブに出られない。突然の事件に私たちは慌てふためいたけど、この偶然の出会いがまた新たな奇跡を巻き起こす。それはまた別のお話。それじゃ孤島の水族館からの脱出でまた会おう。練習で怪我したりしたら